はい、私は今復興庁宮城復興局で働いておりますが、去年の4月から三井不動産から出向という形で民間からの応援職員として、復興庁で働いております。自分の、会社の方に戻ってきまして、でとにかく会社の、先輩ですとか後輩ですとか皆さんがすごく率先して手伝ってくれていることが大変嬉しいと思っています。今復興庁で取り組んでいる復興支援のもの、我々復興庁の人間だけではなかなかできることではございません。いろんな支援企業の皆さんに手伝っていただける、そして理解していただいて、でかつ自分の親元の企業に手伝ってもらえる、皆さんに理解してもらえるということはすごく嬉しい機会になりました。会社の先輩後輩ですので、買っていかないと今日は元に戻さないとという形で押し売りもさせていただきました。昼にですね、当社の社長の方も買いに来ておりまして、社長もほぼ全種類の商品を買ってきていただきまして、大変嬉しかったです。次回以降の予定は明日 SCSK さん、豊洲にご本社がありますが、そちらで企業マルシェを開催いたします。また9月に、リコージャパンさんで、マルシェを予定しております。で秋以降につきましては、今度お歳暮の時期と重なっていきますので、このお歳暮の商戦と合わせて企業マルシェをどんどん回っていきまして、でいろんなお客様としてついていただく、プラスただ買うだけではなくて、アンケートの結果をフィードバックしながら秋以降のイベントにも生かしていきたいというふうに思っております。支援企業の皆さんもチームを組んで、いろんな企業のやっている様子を学んでいくというところが、今回ユニオバ一緒に企業マルシェのプロジェクトをしている中ですごくいい点になっておりまして、今日リコーさんの方も試食っていいね、食べるとやっぱ買うよねっていうふうにおっしゃってました。ぜひ9月の方でも試食は絶対やなきゃっていうふうにおっしゃってました。リコーさんも含めてですね、他にご興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、ぜひ来ていただいて、皆さんにいろんな石巻の味を知っていただくということが一番大事なことだと思っていますし、いろんな方にこの機会をぜひ参加していただくことが重要だと思っております。石巻海のごちそうをぜひ皆さん召し上がってください。